IT カレッジ沖縄サイバーセキュリティ科1年の磯龍也です。栃木県立黒磯高等学校出身です。寒いのが嫌で暖かいところに行きたいなと思ってきました。沖縄に来る前なんですけど3ヶ月フィリピンに留学していて、9月に行って12月に帰ってきた時にはもう栃木県は雪がちょっと降るくらい寒かったんですよ。それで沖縄に行こうと思って沖縄にしました。フィリピンでの留学なんですけど、英語とプログラミングを学べる留学で、その時に IT 関係に進もうと思って検索で沖縄 IT 学校って調べた時に一番上に出てきたのでここにしました。先生たちもフレンドリーでとても良い学校です。花粉症の悩みは全くないですね。薬飲まないと生活できないくらいひどい方なので、名護までドライブしたことです。やっぱり海が綺麗でしたね。居酒屋でのおしぼりコースターですね。最初はまあ気づかなかったんですけど、なんかいつもやってるし、違うメンバーで飲みに行ってもみんなやってるんでみんなやってるからやってるよみたいなことを言ってましたね。タコライスです。近くの平和通りっていうところがあるんですけど、そこの弁当屋じゃなくてパーラのタコライスが週1くらいでよく食べます。紅芋タルトとチンスコを、まあ、あとできれば泡盛も持って帰りたいですね。先生、大学辞めました。大学辞めた後フィリピンに留学して沖縄に来ました。今は沖縄で IT に関することを勉強しています。ありがとうございます。キャンピングカーで日本一周することとホワイトハッカーになりたいです。多分行きたいか行きたくないかっていうよりはもうほぼ行こうっていう感じでいると思うんですよ。こう言っちゃうんですけど、でもよく考えた方がいいと思います。別に絶対に沖縄で勉強しなくても地元でも同じようなことは勉強できるので、よく考えて選んだ方がいいと思います。なぜ沖縄に行きたいかっていうことかな。はい、シェアルームだけは絶対にやめた方がいいです。自分もそうだったんですけど、やりたいなと思ってる人はやってみたいなっていうちょっと憧れがあると思うんですよ。もう 100% 言い切れるんですけど、最初はいくら仲いい友達でも絶対に仲が悪くなるというか合わないんですよね。それで喧嘩とかもあると思うのでやめた方がいいです。沖縄は初めは驚くかと思いますが、道を歩いていると知らないおじいちゃんおばあちゃんから声をかけられ、お菓子とかくれるくらいフレンドリーな人が多い島です。なのでぜひ興味ある人は沖縄に来てください。演奏です。